キング・カーティスは、アメリカ、フォートワース出身の R&B サクソフォーン奏者。1950年の後半から活躍し、独特の音色とジャンルの枠にとらわれない幅広い音楽性から、亡くなった後も高い人気を誇っている。2000年には、ロックの伝道のサイドマン部門入りを果たした。10歳の時に、ルイ・ジョーダンの演奏を聴き、サックスを始める。10代後半からニューヨークで、 スタジオミュージシャンとしての活動を開始し、数多くのセッションに参加する。その中で当時人気を集めたドゥーアップグループ、コースターズのセッションで披露したユニークなサウンドが評判を呼び、ヒット曲であるヤキティ役からヤキティサックスを呼ばれ、高い人気を誇った。1959年によりソロ活動を開始し、1962年に発表したソウルツイストは、 ビルボードのポップチャートで17位、R&B シングルチャートで1位を記録。その後も1964年にはソウルセレナーデがポップチャートで51位、R&B チャートで20位に達するなど順調に活躍を続け、1965年にメジャーレーベルのアトランティックと専属契約を結び、1967年にはメンフィスソウルスティュー、オード2、 ビリー・ジョーなどのヒット作を送り込んだ。ソロアーティストとして活動する一方で並行して、サム・ムーア、アルバート・キング、アレサ・フランクリンなど、アトランティック所属アーティストのセッションや音楽監督、プロデュースを行い、アトランティックの音楽性に大きな貢献を果たした。1969年に発表した孤独の影が第12回グラミー賞において最優秀リズム ブルースインストゥルメンタルパフォーマンス賞を受賞した。1971年3月、ビル・グレアムの企画によって、ライブアルバム制作も兼ね、サンフランシスコのフィルモア・ウェストで開催された、アレサ・フランクリンのコンサートに、自身のバンド、キング・ピンズで参加。前座とフランクリンのバックバンドの両方を務め、この公演の模様は、同年のうちに、フランクリン名義の、 アレサライブアット、フィルモアウェスト、カーティス名義のライブアット、フィルモアウェストといったアルバムとして発表された。また、1971年7月には、ジョン・レノンのアルバム、イマジンのためのセッションに招かれ、It's so hard と、兵隊にはなりたくないの2曲で、サックスソロをオーバーダビングした。しかし、1971年8月、 新品の窓用エアコンを担いでの帰宅時、ニューヨークの自宅アパートメント前にて、麻薬中毒者と口論になり、ナイフで刺され、そのまま、搬送先の病院で死亡した。サックス奏者としては、唯一無比の音色を持ち、その力強く深みのある演奏は、トム・スコット、デイビッド・サンボーンといった、サックス奏者をはじめ、ジョン・レノンやギタリストのデレク・ト・ラックスなど、人種の壁を越え、 多くのミュージシャンに愛されている。また、毎回、手掛けた楽曲が、ヒットチャートの上位にランクインさせるほど優れた、作曲家であった一方で、アレンジャーとしても卓越した才能を誇り、ライブやレコーディングにおいては、オリジナル曲に加え、レッド・チェッペリンの、胸いっぱいの愛をやプロコル・ハルムの、青い影など、白人層のロックミュージックから、スティービー・ワンダーやバティ・マイルスなど、 当時の新進気鋭の黒人音楽家の楽曲を取り入れるなど、幅広く柔軟な音楽性を示した。内容についても、エレキギターを全面的に出し、激しいギターソロやリフを組み込むロック寄りの要素に、ドラムとエレキベースの複雑なシンコペーションとポリリズムで、楽曲にテンポをつけるなど、当時流星であったファンクの要素を取り入れ、これまでの R&B にはない。 力強く斬新なアレンジを行った。こうした彼の音楽性は、アトランティックの音楽性に大きく寄与しただけでなく、1960年代後半から1970年代までのニューソウルの流れやその後に発展したフュージョンにも大きな影響を与えた。また、人材の育成にも優れた手腕を発揮し、彼自身のバンド、キングピンズからは、ジェリー・ジェモット、バーナード・パーリー、 コーネル・デュプリー、チャック・レーニー、ジミ・ヘンドリックスなど、1960から70年代に活躍した優れたミュージシャンを輩出。また、当時、無名であったダニー・ハササワエを発掘し、プロデビューの機会を作ったことでも知られる。ありがとうございます。